ごはんは酢飯、レンファ、サルタ、マイマイ、ヒーちゃん、モチナン、カルチャです。ということで、本日の企画は年末年始、みんなはどうやって過ごすのか。ということでね、今は12月後半ということで、はいはい、これから年末年始じゃないですか、はい、地元があるね、2人とか帰省するよね。そうなんだよ、はい、あ、そうか、帰省するわ。ごめん、めっちゃ忘れてということで、みんながどうやって年末年始過ごすのかを、新メンバーも入ったことですし、新メンバーも入ったことですし、すっごい大人がいるみたいな、みんなのやつを見たいんじゃないかなって思いまして、はい、それぞれね、撮ってきてもらってみんなに見てもらおうと思います。はい、ということで、やっていきましょう。ポンポーン、はい、ひーちゃんです。私の年末の過ごし方なんですけど、ひーちゃんリベンジ編ということで、去年の失敗といえば、もう買い物できなかったりとかいろいろあったんで、今回31日にもう買い物したいと思います。年末のセールみたいな。だから今一人でお買い物来てます。では買い物へ、レッツゴー。はい、ということで、ひーちゃんです。ちょっともう外も暗くなって髪の毛もボサボサになってきたんですけど、無事買えました。時間ギリギリになっちゃったんで、結局一つしか買えませんでした。まあ、でも去年のリベンジはこれで成功して、他にね、タピオカも買えました。ということで、これから友達と合流して一緒に年越しだったりしたいと思います。バイバーイ。ございます。急におはようございますになるじゃん。初日の出を見に行くんですけど、なんか本当に去年と同じような感じの行動になってます。すごい、帰ってきて、そう、すごい爆睡でしたね。今回は変えたんで、ちゃんとトップス買いました。色物の、結構パンツ履くんで、それに合わせたら可愛いかなって思ってこれにしました。私はね、予想してたんですよ、絶対なんかあんま買えないんじゃないかなみたいな予想して、ポチってたんですね、ネットで。で、それがちょうど届きまして買いました。すごいジャージみたいなんですけど、まあ、セットアップなんですねっていう感じで、まあ、これはポチってたやつですね。まあ、今回は去年のリベンジ編みたいな勝手にしてたんですけど、まあ、自分的にリベンジ成功って思います。いい年末年始が過ごせました。ありがとうございます。てな感じで、バイバーイ。はい、はるかです。はるかは、毎年年末になると友達たちと忘年会をするんですけど、今年もその忘年会があるので今から迎えたいと思います。 GO。いただきます。あれ、食べる？すごい、めっちゃおいしい。急遽なんか忘年会終わった後にプレゼント交換をするらしくて、1人1000円以内のなんかプレゼントが必要らしいので、今から買いに行きたいと思います。早くない？早くない？バスソルトじゃない？じゃあこれはるかに当たって正解だわ。明けましておめでとうございます。はるかです。はるかは今から家族と一緒に初詣に行きたいと思います。それでは行ってきます。成田さんの上からの景色がめっちゃ綺麗なんですよね、こんな感じで。はい、ということで今からは煙を浴びに行きたいと思います。頭良くなりますように、顔細くなりますように、お腹痩せますように、鼻高くなりますように。 OK。 今からエマを描いていきたいと思います。ちょっと漢字が分からんのでママの携帯で調べます。主役の1年になりますように、フルボンはるか頑張ります。描いたエマを妹と一緒に描けていきます。完璧。はるかは今年厄年なので、今から祈祷に行ってきます。私は今お守りを買ってきました。じゃんじゃーん、キティちゃん、身代わりのお守りです。健康に、事故なく安全に暮らしたいと思います。はい、今おみくじを引いたので引きたいと思います。キチです。まあ多分なんかいいことが起きる年です、キチなんで。イエーイ。おはようございます。今奈良県に
帰るために新幹線のチケット買いに来ました。待ってください、やばいです、どうしよう。あの新幹線のチケットがなかったです。朝に行こうと思ってたのに夕方前ぐらいに来ちゃったからよ、どうしよう。なので帰れなくなってしまった。とりあえずご飯を食べてじっくり考えます。今後のソルトの行き先をご飯を食べながら決めたいと思います。それでは今日の寝床は決まりました。イエーイ。奈良県に帰れなくてやけくそになったんですよ。ということで東京でビジネスホテル借りました。こちら買ってきました。年越しといえば天ぷらそばです。おそばちょっとあれえ壊れた、最悪今思ったんですけど水もない。それどうやっていけるの。床に落ちてたんですよ、この金具が。服も直れました、無事。私は一人じゃなかった、カバンの中から出てきたんですよ、それとのちいかは。なのでじゃあこの子と一緒に今から年越しそばを食べていきます。ポットはあるんですけど、ソルトには水分というものがないんですよ。今年は何も入れずに食べないといけない。いただきます。あーなんか悲しいな、来年こそはあったかいおそば食べたいな。うん、味は美味しいけど寂しいよ。なんかベビースターラーメンみたいですね。ごちそうさまです、食べれた。今からはこのちいかわと一緒に配信をして年越しをしたいと思います。参拝しに来ました。出店がいっぱいありました。寒いです。参拝してから出店でいろいろ買いたいと思います。はい、参拝が終わって10円パン買いました。いただきます。おいしい。じゃあ10円パンを食べて今日の一日をどうしようか考えます。はい、初詣が終わってですね、一人ぼっちすぎてさ、日をってさ、おみくじもできんくてさ、10円パンしか買えなくてね、楽しみに来ました。こんな寂しいお正月初めて。それでは改めて挨拶しようかな。あけましておめでとうございます。そんなソルト、今年もこの先もずっとよろしくお願いします。今年は成長して最高の年にするので応援してください。たくさん成長します。 MC 力、ダンス力、アイドルも全部、芸人じゃなくてあの YouTuber の力も磨いていくのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ハッピーニューイヤー。明けましておめでとうございます。どこにいるかと言いますとですね、トイレでございます。元旦からですね、体調を崩してしまいまして、本当は実家に帰っておせちとカニを食べてる予定だったんですけども、ちょっと帰省するのを諦めました。絶望でございます。とっても年越しもできなかったんですよね、寝てまして。全然面白くないかもしれないんですけども、かわいそうだなと思って見ていただけたらと思います。おはようございます。1月1日です。新年一発目のご飯なんですが、おかゆをウーバーイーツしました。いただきます。優しい味がする。年始一発目おせち食べる予定だったのに。美味しいけどさ、これもやっぱ健康第一ですね。新年一発目おせちでもなんでもなくおかゆから始まったもちのあんでした。イエーイ、もちのです。1日でね、驚くほど回復してめちゃくちゃ元気になったんで、急いで飛行機取って急いで家を出てきました。イエーイ。 OS1 とおかゆ食べたら復活しました。熊本に帰っていきたいと思います。嬉しい。やっと熊本に着きましたので、熊本の神社に初詣に来ました。イエーイ。で、店で10円パンとくまモンのリンガーを買いました。いただきます。どうすればいいのこれ。
1月1日に私が帰れなかったので、またおせちとかお雑煮とかカニとかを用意してくれてました。ありがとうございます。幸せ。マイマイです。年末年始の過ごし方、イエーイ。家族で過ごしてます。みんなで、ご飯を食べます。いっぱい豪華なんですけど、年末ということでね、お刺身とかお寿司とかウニなんてあっちゃって、こんな感じでたくさん食べていきたいと思います。乾杯しようよ。乾杯。これは三ツ矢サイダー。美味しい。イエーイ。カニを食べたいと思います。いただきます。うん、歯ごたえがあって美味しいです。うん、美味しい。こんな感じで家族とご飯を食べていきます。年末なのでね、ゆったり猫ちゃんと遊びたいと思います。この子はマロンくん。この子ね、動画にね一回も出たことがない。13歳です。ぬいぐるみみたいなの、何してもね嫌がんない。みんなの大好きなモナちゃんです。モナちゃんは4歳。はい、すごい嫌がられてます。抱っこが苦手です。かっこいい顔してるね。かっこいいよ。ハンサム。ゆっくり過ごしてます。あけましておめでとうございます。初詣に来てます。お参りしたんですけど、今から絵馬をね描きたいと思います。お願いします。おみくじ引きました。末吉だった。大吉出なかった。あとね、もう一個ね、恋みくじもやりました。これも見ていきたいと思います。中吉悪くない、恋愛はいいらしい。こんな感じでね、おみくじ引いてみました。これはねちょっとね末吉だったので結んできます。ということで、おしるこをね食べたいと思います。ママに作ってもらいました、おしるこ。じゃーん、いただきます。おいしい。おしるこ大好きなんです。たくさん食べてる年末年始。ということで、マイマイの年末年始の過ごし方でした。パさんの、年末年始の過ごし方、友達と大阪に来ております。お金がないのでバスで10時間コース耐え抜きました。はい、ということで本日1月1日明けましておめでとうございます。ユニバーサルスタジオジャパン、楽しんできます。ボッピー仕様、ピンクのモフモフ着てたり、ボッピー大好き。行ってきます。ということで、今お昼ご飯を食べたいと思います。ジョーズのところサメいるよ。寒いんでクラムチャウダー。来て2時間でミニオンしか乗ってないです。1月1日のユニバー舐めてた。うまー。あったか。見て、見えるこの湯気。サメ肉バーガー。今から貞子となんかジョーズの乗り物とフライングダイナソーは絶対乗りたいねって話をしてて、いろいろ回っていきたいと思います。うん、うん、本当に魚や。はい、ということで夜になりました。最後にハリーポッターを乗りたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、大阪から帰ってきたんですけれども、17時半に着く予定のバスが新宿に着いたのが20時半っていう3時間渋滞に見舞われまして、高速バスってすごいあれなんだなっていう洗礼を受けました。ということで、今から約束してた友達との新年会に行ってきます。こうやって見るとさ、めちゃくちゃ新年充実してる人に見えませんか。こんなボロボロだけど、今から新年会ちょっとだけだけど終電まで行ってきます。ということで、友達と新年会してます。うまいんだよ。笑い友達はこんな人しかいないんですよ。こんな人だから正しく過ごせてる。はい、ということで、今新年会終わってお家帰ってきたんですけれども、なんと緊急事態発生でドアのチェーンが閉められてます。帰ってくるなってこと。今ママに電話して、頑張ってお家の中入ります。でお家の中入り次第ね、ちょっとイベント中なのでみくちゃんの配信して明日の最終日に向けて頑張っていきたいと思います。
ということで私の年末年始こんな感じでした。結構今年はバタバタかも、まあ、この動画がいいな、年末年始楽しんでるじゃんって思った方は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。夜中だから大きい声出したらやばい。